みです。ベラです。アリエです。ピンク。ナテ。B。始まるよ。イエーイ。今回はモテる女とモテない女のあるあるです。じゃあ一人ずつ自己紹介をお願いします。モテる女代表のアリエです。モテない女代表のベラです。男の子役のミです。この3人でお送りしたいと思います。では早速やっていきますか。ですね、せーの、どうぞ。俺さ、この前の大会でめっちゃ活躍しちゃって。すごい。どんなことしたの？ちょっと、フェイントかけた。どんなどんな？ちょっともう目にも映らないくらいの速さでちょっとやっちゃった。すごい、見たかったな、リアも。いいね、いつでも見に来て。見に行くね、今度。ねえねえ、俺さ、この前の大会でめっちゃ活躍しちゃって。そうなんだ。ちょっと詳しく聞かない？別に。だってすごい、俺のおかげでチーム勝ってて。すごいね。ねえねえ聞いて、めっちゃ面白いこと思いついた。いくよ。布団が吹っ飛んだ。面白いね。面白いでしょ。面白い面白い。なんかありきたりだけど面白い。あ、マジで。ありがとう。ねえねえ聞いて聞いて聞いて、めっちゃ面白いこと思いついた。いくよ。布団が吹っ飛んだ。ねえ待って、めっちゃ面白くない？めっちゃ引いた。これで笑わない人、寒っ。そんな言わなくて。マジ。わかるやついるか？はい、じゃあアリア34です。お、正解。さすがだな、アリアは。はい、じゃあここはわかる人いるか？難しいな。あ、わかったかも。はい、じゃあアリア、どうぞ。5ですか？正解です。すごい、さすがです。じゃあまずこの問題から、一番簡単な問題だから。じゃあレイラ、わかるよな？先生、わかんないです。5×1 だぞ。わかんなくない？わかんないよね。わかった。じゃあ次の問題、これ、この問題はわかる人、じゃあリベンジ、レイラ。わかんないよ。あのさ、結構前に温泉旅行に行った時、家族で行ったんだけど、なんかそこになんか温泉入ってたら虫が結構来て、すごい騒ぎになっちゃって、弟とかいたんだけど、もうパニックで。それはやばいね。やばいの、ね、そう、なんか大きめの虫が 2,3 匹いて。どんな色？どんな色？茶色。やだね、それは。そう、だからちょっとそれだけちょっと楽しい思い出にならなくて、ちょっと災難だね。せっかくの温泉旅行なのに。あ、でもそれ以外は楽しかったよね。ねえねえ聞いて聞いて、あのさ、この前温泉旅行行った時に、なんか家族で行った。てかさ、この前さ、友達とさスキーに行ったので、スキーに行ってさ、友達と行ったもんでさ、すごい友達下手で、めっちゃ弱くて、で、なんか転んだの。マジ笑えた、本当にやばかったの。でもすごい楽しかったんだよね。で、もう大丈夫です。あ、暑かったね、トリック。めっちゃ疲
疲れた。やっぱ水美味しいね。開けない。開けてあげるか。ねえねえねえ、メイクある、これ開けて。あ、オッケー。ありがとう。はい。あ、やった、ありがとう。うん、美味しいね、お水。めっちゃ硬くなかったよ、これ。すべて開けると思うけどな。さっきの社会人が難しかった ね、あの問題めっちゃ難しかっただよね。私次のテストできるかな、うん、心配になってきたね。一緒に勉強しよう。いいよ。ね、さっきのさ社会の授業マジで草生えすぎて本当にやばいんだけど、マジでわかんないんだけど、マジで本当にやばいんだけど、え、なんかピエンって感じ、ペン通り越してパオンみたいな、もうマジでハニャって感じで本当によく分かんなくて、え、テストできる次。ちょっと待って、なんて言ってた全部、ちょっと何言ってるか全部、え、分かんない、ごめん。はい、どうだったでしょうか。どうだった、結構はっきり分かる、うん、ね、うん、モテる女とモテない女、ね、私モテない女役しましたけど、あの皆さん嫌いにならないでください。ごめんなさい。どうでしたか、あの男の子役で。あ、なんかこういう視点から見てると、あ、確かに好きになれなそう。モテレイラちゃんは大好きだけど、あのこういう子がいたら、あ、そう、ちょっとおーってなる気持ちが引いちゃうかもね、うん、結構違いがね、あって面白かったと思います、うんうん、みんなもね、当てはまるのあったらコメント欄に書いてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。